そもそも収支報告書に記載してない、これ何年もですよ、これ自体が違法なんですよ。私は人間ですから、いろいろ作業する中で間違いが起こることだってあると思ってますよ。でもこれは組織的に長年続いてきた悪質なケースじゃないですか。そのことが誰が始めたのか、どういう仕組みなのか、なぜそんなことをやったのか、安倍総元総理が辞めるとおっしゃったときに誰がスタートさせたのか、こういうことを明らかにしていかなければならないんじゃないですかと言って、この間ずっと貴重な時間を使って質疑がされてるんじゃないですか。でも何にも明らかになってない。そして開かれた政倫審には3名しか出てこない。弁明する気もない。それを総理がお認めになっているなんてことは私は到底信じられませんよ。まあ、デタラメなことをやっている自民党、そして納税義務を果たさない自民党に対して怒り心頭の国民の皆様も懸命に働いて納税義務を果たしていただいているわけであります。そうした国民の皆様にこの場で一言何かおっしゃりたいことないですか。確定申告最終日ということで国民の皆さんに言葉がないかというご質問でありますが、今回の件に心からお詫びを申し上げた上で、納税というものは社会のコストをできるだけこの多くの皆さんに支えていただくためのものであります。ぜひこの社会を維持していくためにも引き続き国民の皆様のご理解とご協力をお願いしなければなりません。ぜひこの納税の意味についてもお考えをいただき、ご協力を心からお願い申し上げる次第であります。納税の意味を考えてほしいと思っているのは国民が自民党の裏金議員の皆さんに対してではないかなと思うところもありますけれども、自民党の政治刷新本部で、裏金に関わった議員に対し離党勧告などの厳しい処分を求める声が相次いだという報道を拝見をいたしました。これまでの答弁でもですね、また昨日参議院で政倫審開かれましたけれども、全く真実が明らかになっていないんです。処分は大事ですよ。ただまさに岸田総理も何を聞かれてもずっと同じ答弁で、新たな事実は何も我々に説明をしていただいていませんし、まさにですね、その実態把握ができないのに何をどうけじめをつけさせるのかと、それを把握しない側がどう処分するのか、まさにまずはやるべきことは実態解明ではないか。そのために総理これまでも答弁でですね、努力をしているっておっしゃるけど、その努力は何も見えてこないんです。まずは徹底して実態解明をする、このことに取り組んでいただけないでしょうか。事実を解明することが重要である、これは委員ご指摘のとおりだと思います。やはり政治家である以上、法的な責任に加えて政治的な責任があります。この政治的な責任について、そして法改正をはじめとする再発防止について党としてこの最善を尽くしていかなければならないと思っています。政治的責任が全く果たされてないんですね。総理はその説明責任を促すというふうにおっしゃったんですね。でもご承知の通り、弁明に出席をされたのはたったの3名でありました。でこれは全会一致で32名の審査に入ったわけです。でも結果3名、総理説明責任を促すっておっしゃいましたが、どう促してこられたんですか。この結果についてどう思いますか。これで十分だと思われますか。これまでもあらゆる場を通じて、関係者は説明責任を尽くさなければならない、それを党として促してまいります、このように申し上げてきました。政倫審のルールの中において説明者の意思を尊重するというこの規定が設けられている、そのルールに基づいて行われるものであると思います。しかしいずれにせよ説明責任はこの尽くされたかどうかは国民の皆さんが判断されることであります。まだ疑念が残るということであるならば、これは引き続き説明責任を尽くしていかなければなりません。つまりはじゃあ裏金議員の皆さんは表に出て弁明する気もないと、
そういうことなんです。それを許すということなんですか。例えばですね、いや、そもそも収支報告書に記載してない、これ何年もですよ。これ自体が違法なんですよ。私は人間ですから、いろいろ作業する中で、間違いが起こることだってあると思ってますよ。でもこれは、組織的に長年続いてきた悪質なケースじゃないですか。そのことが、誰が始めたのか、どういう仕組みなのか、なぜそんなことをやったのか、安倍総元総理が辞めるとおっしゃったときに、誰がスタートさせたのか、こういうことを明らかにしていかなければならないんじゃないですかと言って、この間、ずっと貴重な時間を使って、質疑がされてるんじゃないですか、でも何にも明らかになってない、そして開かれた政倫審には3名しか出てこない、弁明する気もない。それを総理がお認めになっているなんてことは、私は到底信じられませんよ。それで昨日、我が党の蓮舫議員からも、改めて確認がされました、世耕議員に対してですね、これ、令和4年8月5日、まさに、安倍派の幹部といわれる塩谷さん、塩村さん、西村さん、世耕さん、そして、松本事務局長が集まった際に、その安倍総理が辞めようと一度決めたこと、このキックバックについての話になったであろうと、でその確認をした際にですね、まあ、すでにその売ってしまった人もいる、政治活動の資金として当てにしている面もあるので、何らかの形で返すべきではないかという意見も出たと。ただこれは誰がどう言って決まったのか決まってないのか、意見が食い違うまま、全くこれも事実が分かってないんですけれども、その際に何らかの方法があるだろうという議論になって、パーティー券を派閥が買う形で、しっかり収支報告にも出る形で買いそうではないかというアイデアが出た。派閥が購入するというきっちり適法な形で、収支報告に乗る形でパーティー券を清和会が購入するという対応は、これは合法的であるんだろうと思いますという説明されたんですね。つまり、最低でもこの時点で、収支に乗ってない形で続けられてきたことを知ったのではないかな、知っていたのではないかなというふうに思うんです。だって改めてその収支報告に出る形でと、いや普通はですね、出てると思ったらこんな話にならないじゃないですか。で、この誰が決めたのか、誰が再開したのかもわからないまま、裏金天国は続いてきたわけですよね。で、その後に本当にきちんとした報告がなされているか、確認もしてないということなんですね。で、ちょっと西田議員、昨日の弁明でもおっしゃってたんですが、YouTube でもいろいろ発信されてるんです。野党から今のような肝心な話が追及されていない。野党側の質問でそうした追及が欠けていることを私は本当に残念に思った。野党のせいにしないでいただきたいんですよ。本来これ自民党でちゃんと調査するべきことであって、まさにね、野党がどうこうじゃなくて、組織の中で自民党としてきちんとやろうよっていう声がなぜ上がってこないんですか。なぜその声が聞こえてこないんですか。なぜやらないんですか。何度も私たちこの件聞いてますよね。聞かれてないですか。なのに答えが出てないだけじゃないんですか。ちょっと総理答えてください。先ほども答弁させていただきましたが、これは本人自身のこの説明責任と合わせて、党としても聞き取り調査などさまざまな取り組みを進めてきました。しかしながら、捜査権がない中にあって、また書類の保存等の期限等の制約もある中にあって、政府として党としてこうした実態把握に努めてきましたが、ご指摘の点等について党としては確認に至っていないということをこれまでも説明してまいりました。ちょっと失礼ですけれどね、総理の姿勢というのは丸投げ、他力本願、無責任。総理自らがその先頭に立って、まさに火の玉っておっしゃってきたんですよね。その姿勢は残念ながら何にも伝わってこないんです。我々は国会全体が、政治全体が失った信頼を、事実を明らかにするしてですね、もう一回信頼を絶対で取り戻していこうと、それが我々すべてに課せられた使命だと、そう思うからこうして追及を、事実を明らかにしてほしいと求めているんです。全然それに答えていただいてないじゃないですか。しかもまだわからないわからないって、何を調べてるんですか。何の努力をしてるんですか。
具体的に。やってないですよね。それで昨日その橋本議員も出席をされて弁明されました。でちょっとですね、還付金の取り扱いについて、およそ政治団体に資金を支出する場合は使途をつまびらかにする必要があると考え、清和権からの還付金を含め使途はすべて収支報告において公開しています。これそれでいいですよね。使途は報告しなきゃいけないですから。だけど普通であれば派閥からの寄付として収支報告書に記載する。だけれど領収書を発行できなかったために寄付金収入としては計上できず、便宜的に私個人からの借入金収入と位置して、収支報告に計上したと説明されたんですね。まずね、領収書発行できない、発行していない時点で裏金ですよ。でその認識があったんではないかなと思うんですけど、で便宜的に私からの借入金として記載した、つまり個人のお金を貸した形で収支報告書に記載をされたんですね。これ虚偽記載の疑いがあると思いませんか、総理。今回の事案については検察において捜査が行われました。法と証拠に基づいて法的な責任が問われたわけであります。その捜査が行われた中で、このそれぞれの関係者が自らの政治資金についてしっかり確認をし、その上で事実に基づいて修正を行った、こうしたことであると思います。ですね、これまでも我が党の小西議員が、ね、指摘をしてきたんですが、この修正されたものをちゃんと外部からチェックをさせるべきではないかということを言ってるんです。法と証拠に基づいて。しかしこの修正されたものはチェックされてないわけですよね。だからこの中身がデタラメじゃないかどうかはきちんと確認する必要があると私は思うんですね。で3月1日に橋本議員は収支報告書訂正されてるんです。北海道参議院比例区第83支部とジャパンドリームという政治団体で、特にジャパンドリームはですね、橋本議員がこの政治団体の会長でもあり会計責任者なんですね。で訂正された内容を見ると、本人からの貸付額がこれたまたまなのか、キックバック分と同額減ってるっていう、ちょっと私もこの辺よく理解できなかったんです。ただそもそも便宜的であろうが派閥の還付金を自分で貸したことにして報告書を出したっていうのは、やはり先ほど申し上げた通りね、虚偽記載に当たるというふうに思うんです。だからこういった事実関係をきちんと調べるべきではないかというふうに思うんです。で貸し付けっていう形にしたわけですけどね、もしですよ、この裏金問題が明らかにならなかったら貸し付けですから、その紙の上ではですよ。そしたら返金するという形で個人の収入にすることだってこれ可能になるんじゃないんですか。で国会議員は政治倫理の確立のため国会議員の資産公開法に基づいて年1回資産を公開しなければならない。自らの政治団体に対する貸付金も当然公開の対象となります。昨日修正されたという報道がありました。でちょっとこれも分かんないんですけど、ということはその個人にでの貸付として処理されたのか、その個人では受け取っていないはずなのに個人で貸したことにして収支報告書に載せて個人の資産公開も修正する、これね本当に何がどうなってるか、ごめんなさい、私ではちょっといろんなことを見てみたんですけど分かんなかった。これ国民の皆さんも分かんないと思いますよ。こういうことが正しく行われているというのであれば、疑惑を晴らすためにもこれ国会で証人喚問に応じてこれ求めたいと思いますので、しっかり国会で説明をしていただく必要があると思うんですが、委員長お取り計らいお願いしたいと思います。五国理事会で協議させていただきます。これ他にもねいろいろあってですね、
資金 裏金の使い道について自民党が行った聞き取り調査、2月15日に公表されたものですね。これでも還付金、いわゆる裏金の使用使途について、使用していた53名のうち、主な使途として会合費、政治活動、備品消耗費、事務所の経費、人件費、こういうものに使ったっていう報告があるんです。で、そのうち人件費なんですけど、この人件費というのは収支報告書には明細を記載する必要がなく、総額を記入するだけでいいんですよね。で、本来は毎年提出期限までに一定の研修を修了した登録監査人が給料の振込明細、領収書、また賃金台帳、源泉徴収簿などで確認した上で収支報告書に総額としてきちんとチェックされた上で掲載をされるものなんです。ただ今回収支報告書にも記載していない、いわゆる裏金で人件費として訂正し支出計上しているんですよね。訂正の報告の際にこれ第三者のさっき言ったように監査も受けず人件費として支払ったとすればですね、人によっては所得税とか住民税が変わってくる可能性だってありますし、そもそも裏金から人件費を出すなんていう理由が全くわからないんです。で、本当に人件費と費として支払ってるなら訂正前の報告書に載ってなきゃダメなんですよ。正しい金庫から普通人件費出すでしょ。なんでわざわざ裏金でから出したことにして後から訂正でそれ一緒にしてですね、まあ、色がついてないから分かりにくいかもしれないけど、人件費なんていうのは普通ちゃんと報告する報告書、ちゃんとした組織から、いやその管理している金庫から出すに決まってるじゃないですか。で、こういう分かりにくいことをしている、こういうことも含めて何度もこの場で小西議員が言ったように外部のチェックが必要なんだということを申し上げてるんですね。こういうこともちゃんと確認するべきじゃないですか。分かりにくいですよ、国民からしたら。それが本当なのか嘘なのか、なんでわざわざ引き出しにしまってたですね、そんな裏金の方から人件費を出さなきゃいけないのか、分かりにくいんじゃないですか。どうですか、総理。それ、関係者の、今日までの経緯ですとか認識ですとか発言についていろいろこのご指摘がありましたが、そういったこの経緯等を経た上で、検察によって、捜査が行われたわけであります。そしてその捜査が法と証拠に基づいて尽くされた上で、それぞれの関係者が自らの政治資金をしっかり振り返り、そして事実を確認した上で修正を行っていると承知をしています。まあ、やり方としてね、例えば派閥から報告書に載せないでくれって渡されたお金から人件費を払ったわけですよね。例えばですよ、その人件費のを渡すときにこれは表に出ないお金だから、どこにも報告しないでくれと言って渡してるかもしれないじゃないですか。そういうあらゆる、本来私はこんな手口もあるのかと思う、よくいろんなこと考えつくなと思うような、あるんですね。で、脱税をそそのかしている可能性だって否定はできないわけですよ。否定は、それをやってるとは言いませんよ。そこまでやってるなんてことは考えたくもない。でも可能性は否定できないんですよね。で、選挙区内の有権者に表に出ない金なのでと言ってね、どうぞポケットに入れといてなんていうことだって、で、これできちゃう、公職選挙法違反の可能性も出てくるので、だからきちんと検察がどうかじゃないですよ、党の責任においてきちんとそれがの事実関係を確認、外部からチェックをさせる。そしてですよ、政倫審に出て弁明求められている人たちですら弁明もしてない、こういうことをきちんと国民に対してですよ、その疑念を晴らすために自ら進んで説明をさせるべきではないですか。いろいろな経緯についてご指摘がありました。発言についてご指摘がありました。しかしそういった過去の認識や経緯があったかもしれませんが、その後改めて検察によって捜査が行われたわけであります。そう、検察が捜査を尽くした上で関係者が自らのこの経緯等も振り返った上で、その事実を確認し、それに基づいて修正を行っているということであります。こうしたこの捜査権を持つ検察の捜査を経た上で
立件すべきものは立件すべきものとしてこの取り扱われた。そしてその後この問題についてこの法的な責任だけではなくして政治的な責任も含めてこの対応をしなければならない。そのことで事実をこの把握するべくさまざまな努力が続けられていると思います。法的責任はこの警察によって尽くされたと思いますが、政治責任を尽くす上でこの捜査権がない中にあっても国会においてあるいは党において事実をこの解明しているわけでありますが、何よりも関係者自身がこの事実をこの説明する、これが基本であると考えております。田辺さん、その捜査に基づいてっていうけど、賃金台帳とか領収書とか確認 してるんですか。してないですよね。だからその訂正されて、今訂正されて出されたものをきちんとそれが事実に基づいたものなのか確認をしなかったら、不明不明不明っていっぱい出てきてる人たちもいますよね。こんなね、普通国民だったら企業だったらこんなこと許されない形で出されているものを、なぜそうなってるのか、どこがそうなってるのか、それは本当に事実なのか、きちんと確認するのが私はその政治的責任であると、そういうふうに思っています。